タイプの女性の方が仲良くて、その人たちが言うのは米倉涼子さんとか。あ、なるほど、やっぱちょっとこう力強い感じ。ちょっとボーイッシュな、もうこうでも綺麗、ね、そう綺麗で。へえ、逆に言うとじゃあゲイバーの方で今一番人気あるのは誰の？やっぱもうそれは五郎丸さん。あ、そうでもやっぱすごいのがお姉の人って今でこそ五郎丸さんって人気じゃないですか、うん、でもあの人たちは有名になる前から五郎丸さんを狙ってたから、あんたすごいのよあの子みたいな、こんなことしてんのよみたいな言うてたんや。すごいよ、よくあって言ってた。別の感じに捉えてるやん。さあ、そして、ミックスバーですね。こちらもね、本当にゲイの方、レズビアンの方、まあ問わずいろんなジャンルの方が集まるバーでよろしいですかね。よろしいです。すごい多種多様ですね。すごいいろんな方が、誰がどれを好きでとか、これ相関図書いたらこんなんなよ。こんなんや、矢印。これ別にあのノンケの方も いけるしみたいな、うん、どっちも入れると思う、うん、ミックスバーの場合は、うん、はい、でそんなミックスバーの中でも、はい、この観光バーというところ。何観光バーっていうのは、これまあ初心者の方にも入りやすい、全然あの初めて2丁目来るよっていう方でもウェルカムですよみたいな、うん、まあ、入り口といいますか、うん、まあ、入門編のバーみたいな。でもちゃんと観光バーっていうの歌ってるんですよ、もうお店が。そう、ゲイバーとかじゃなくてもう観光バーだよって。だからこっちに来た人はどうぞ私のとこに来なさいみたいな。へえ。でまあこの4タイプがまあ定番なんですけども、最近の2丁目進化してまして、はい、これ代官山系のこのおしゃれカフェみたいなところが美味しいお店なんかもあったりするんです。どうしちゃったのかしらね、2丁目って。いや、美味しいご飯が食べれるイメージはないですけど、できてきてる。あります。やっぱ皆さん美意識とか、あと食に対して その女性への憧れみたいなのから、お料理とかものすごい上手な方がやっぱ多くって、カフェとかね、いろんなエスニック料理、和食、そばもすごい美味しいところいっぱいありますよね。そしてこういうお店でやっぱりね、え、予算いくらぐらいかかるの、ねえねえ徳井さんと。徳井さん、徳井さん、すごいぼったくられたりとかするんじゃない、怖いんだけど。誰が言うてきてるの、ね、あると思うんですけども、大体